どうもこんにちは。こんにちは。さあ、ということでこの時間は埼玉県入間郡三芳町の PR ステージをお送りしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ということでかなともは三芳町の広報大使をやってるんですね、はい、ありがとうございます。すみません、なんかすみません、いや全然、はい、全然いいんですよ。お世話になっております、はい、知ってました、それをやってるってことは。いや知らなかったです。嘘つけ、嘘つけよ。嘘つけ。知ってました。さあ、ということでね、そんなかなともが広報大使を務めている三芳町からこの方に来ていただいております。どうぞ。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで三芳町広報担当の佐久間さんでございます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう三芳町はね、もうずっとやってますし、はい、どん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 魅力をたっぷりと伝えていってください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということで三芳町ではなんか今年もあるコンテストを開いていると伺ったんですが、はい、はい、ですね、フィギュアスタンドを使ったフォトコンテストというものをですね、はい、5月まで行うということで今日から行っております。はい、こちらですね。そうなんですよ、はい、かわいらしい、ユニークなフィギュアスタンドキーホルダーを毎回作っていただいていまして、はい、うん、今回はですね、こうノーガールをイメージした衣装を身にまといまして、はい、野菜を持ってみたりとか、うん、いろいろ三好感が出てるんじゃないかなと思いますね。そうですね。野菜、芋、あれは芋と、うん、ほうれん草、ほうれん草ですかね、はい、はい、ああなるほど、この3パターンがあると。そう、かわいい、ありがとう、はい、これどうやって参加できるんですか、フォトコンテスト。これはですね、はい、このフィギュアスタンドを持って、はい、三好らしさが伝わる写真を撮っていただいて、うん、その後にハッシュいいね三好ましをつけていただければ、うん、別に三好に来なくても正直大丈夫です、うん、え、そうなんですか。そうなんですよ。そうなんだ。あの三好を感じるような何か雰囲気、例えば田舎っぽいとか、ちょっと自然豊かなところ、はいはいはい、そういうのでもうちょっとでも三芳町を連想させるような内容であれば何でも OK っていうことで、三芳町じゃなくてもそう千葉でもいいんだ。そうそ う, そうなんだ。極論な、そういうことです。いいのよ、自由な、はいはい、毎年たくさん応募があるんですか。そうなんです。前回やった時もだいぶツイートしていただいて、はい、三芳町に実際に本当に来ていただける方もいらっしゃってですね、パリから来た人もいましたね。パリ、そうっすね、すごい広報大使が頑張ってるからじゃない。いや、ありがとうございます。パリから来た人が、はあ、あのここに思いっきり拳ファクトリーちょっとジュースジュースじゃないか。ありがたいですね、拳の田中さんのファンだってそう書いてあったんで、ね、なるほど、はい、まあ、そういう方もいるということで、はい、ぜひ参加してほしいと思います、はい、ということでですね、はい、何やら先日かなともと高木さんと、はい、佐久間さん、はい、3人でロケに行ってきたということで、はいはい、そちらの VTR を見たいと思います。 VTR どうぞ。どうぞ。さあ、やってまいりました、埼玉県三芳町でございます。三芳、三芳町、今日はですね、はい、まあ、さゆきと会場にいる皆さんにですね、私と佐久間さんが三芳町の魅力をたくさんお伝えしていきたいなと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうやって魅力を伝えてくれるんですか。はい、今日はですね、高木いる意味あんの、これ、うん、こちらの大事な助っ人ですから、髪の毛からあ、これね、出てきたよ、はい、フィギュアスタンドキーホルダーを最近に持っていただいて、はい、お卵のキーホルダーを、そうです、ほうれん草バージョン、これは今回新作ですからね、あ、はい、持っていただきまして、はい、さらにですね、うん、あるんですよね、はい、こちらですね、お、カメラ、こちら、お、はい、お渡ししますので、神戸のカメラで三芳町のスポットに来て魅力を撮ってもらいたいなと思っているところです。使い方とか全然わかんないんですけど大丈夫ですか。はい、ご安心ください、全部私がレクチャーするので。さすが、ありました、お任せいたします。はい、はい、じゃあということで早速撮りに行きましょうか。最初のスポットは多福寺でございます。ここはどんなところですか、佐久間さん。はい、こちらはですね、200年前ぐらいにですね作られた由緒正しきお寺 で、はい、うん、でこちら実はですね、昔はそのいろんなところから三芳町に、まあ、開拓をして農家さんがいっぱい来たんですけど、はい、ちょっと争い事があったので、その心の拠り所としてここのお寺が建てられたという由緒正しきお寺になってます。めちゃめちゃいい名前だよね、多福寺って、ね、はい、素敵なところで撮影をしていきたいなと思います。はい、はい、じゃあ早速できていいんですか。いいよ、行く、はい、もうどこでもいいんです、はい、どこでもいいよ。どこで撮るかな、写真をね、撮りに行ったんですよ。いや、そうだけど、あれだ、大ファンみたいな、なんか決まりましたね、さやま茶発祥の地、かなとも の大ファンみたいな、これがね、さやま茶発祥の地という、で、これの使い方がわからないんですね。まだ仕事やって、こういう感じで撮りたいんですけど、カメラとか普段撮らない。佐久間さん、はい、声がでかくて、ここにこう、まあ、画面で言うと、はいはい、先ほど言ったようにこう3分の1のところで
めちゃめちゃレクチャーしてる、はい、ピント合わねえなまあでもこんな感じでちょっと撮っていくんですが、いや全然合ってない、ちょっとそうですね、あそうですね、それでかなともに合わせてあげて、始まっております、そう、まあこんな感じで、じゃあここのあたりのスポットなんかどうでしょうかね、撮影に、おここは私も撮影したことありますね、はい、あ本当ですか、じゃあちょっとぜひこちらのショットも撮ってみましょうか、はい、これ難しかった ね、姿勢が受けるんだけどえ本人持つバージョンですか、そうですかね、本人いい感じ、本当ですか本当ね、躍動感はありますまあそうですね、そうですね、あ、まあまあ、ね、さあ続きまして、はい、三芳町の指定文化財にも登録されている、うん、はい、古民家旧島岳住宅にやってきました、古民家だけ、はい、島岳です、はいはい、こちらはですね約200年前に建てられたもので、はい、200年前、はい、で今もう寺小屋とかでですね、はい、まあ、学びの場の子どもたちの学びの場とかにもなっているということになります、うんうん、ですので、じゃあちょっと早速いろんなスポット、はい、おすすめスポットあるので、はい、ちょっと映えるとこ行ってみましょう、はい、行ってみますよ、はい、映えスポット、はい、こちらに実は、はい、おいろりがあったりするんですよ、なるほどね、はい、これは雰囲気ありますよ、はい、なるほど、ここちょっとじゃあ後ろにバックにちょっとやってみましょうか、いいですね、はい、結構どうですかね、ピントどうかな、またねこれ難しいかもしれない、ね、難しいんですよ、難しかったね、これも、ね、カメラって、はい、あ難しい私すごい、なんか面白いこんなんばっかり絶対一回ボケるね、あでもこれ良くないですか、見てください、あなか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 いい、ね、味のある写真が、はい、どっちが唐辛子だっていうは怖いいい感じ、いい感じ、でもこういうところでも面白そうですね、怖い、お茶ありがとうございます、ありがとうございます、すごい素敵なこれは狭山茶ですかね、わあ狭山茶、ね、あこれ、嬉しい、出してくれたよね、おばあちゃんが、三好のおばあちゃん、いただきます、ここで入れてくれたの、はい、ほぐれました、温まりますね、美味しい、美味しい、あ、美味しいわ、あ、すごいずっとここに残ってるいい感じの、ね、いい例えの、いい例えの、すごく美味しいです、ずっとここに、あったかい、なんか最高ですね、こんな雰囲気のある古民家でお茶をいただくなんて、ね、写真確かに、うん、やっぱうまいな、あここ最高にいいんですよ、マジで、なんなのテーマパークみたいになってるね、でも、そうですね、でも本当そんな感じです、さあ三富こんじゃく村にやってきました、ここはどんなところですか、はい、こちらはですね三芳町の歴史をすべて、まあ、まるっと、はい、まあ、学んで楽しめるそういう施設になっております、で今ここはですね、この落ち葉プールといいまして、落ち葉プール、はい、三芳町ってその落ち葉堆肥農法っていう農法があってですね、でそのまあ日本農業遺産というものに認定されておるんですけども、その落ち葉をこう腐らせてそれを肥料にするっていう、そういう農法なんですよ、でその落ち葉の大切さを学ぼうみたいなところでこの落ち葉プールがあるということです、どうですかお二人ともこう飛び込んでみたくないですか、飛び込んでみたいですね、見たいですよね、結構早速どうぞ一緒にやりましょう、一緒に行きますよ、これ大丈夫、頭打たないです、大丈夫、大丈夫、もういっぱい結構あるから、せーのすごい、あのねあ、深く深く、トコもやって、ちょっと入ってみるよ、私どうでした、温泉みたいに入ってトコもやってよ、勇気ねえよ、勇気ねえよ、そうです、どう、私も童心に帰れる感じと言いますか、懐かしい感じはありますね、そうですね、一緒に撮ってみてはどうですか、そうだね、写真撮影もここでなんかいっぱい撮っちゃいましょう、トモコの足も、はい、すごいことになってるよ、でも結構いいよね、この窓からじゃあ出して、顔ハメなんてあるんですね、上手くなってるね、単純に写真が、いや、なんではい、チーズ、オッケー、やってって言われたほら、入ってるんですよ、一応ね、あー、ほんとだ、ほんとだ、隠れトモコ、あ、本人も入ってるやつ、トモコの顔どうお前がこれいいじゃん、これいいじゃん、どうだよ、これ最高でした、行ってきます、これ一番楽しかったのシーンよ、みんな本当だよ、すごいな、めっちゃ楽しかったよね、楽しい、これ揺らさないで、スタッフがめ
めっちゃ走ってる、はい、今日は本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあこちら交流プラザ の、はい、あのお料理をご用意しましたので、ぜひご賞味ください。やったー、いただきましょうか。いただきます。確かにこれ取ってね、美味しそう。ネギいっぱい、お野菜すごいねこれ、うん、いただきます。うん、美味しそう。うまかった。美味しいですね。おしゃれだね。いただきます。うん、うまっ。うまいっすか。美味しい。だんだん無言になっちゃう。そうですね、真剣に食べてる。はい、今日は本当にお二人ともお疲れ様でした。ありがとうございました。ここ で, ここで撮らねんかい写真。すいません、それ撮り忘れました。よかった。いや、ちょっと楽しそうなロケだったな。楽しかったですよ。本当、ね、もう本当に1日で十分、本当にいろんなところたくさん